らんことを報告に来てないわ。反抗したやつなど一族郎党を根絶やしにするのじゃ。朝鮮よ、もっと近くを寄れ。董卓よ、何様になったつもりだ。主職にふけり、好き勝手に命を出す。これでは宦官どもの方がまだマシではないか。提言か、うるさいやつじゃ。わしに指図するつもりか。何者じゃこやつは。我が義理の息子レオフだ。キューバならば誰にも負けぬ。無論貴様にもな。よいな董卓よ、これ以上の横暴は許さんぞ。呂布と言ったか。なかなかに使えそうなやつじゃ。やつを抱き込み提言を消させれば全てがわしの思い通りよ。どうかお下がりください。やらぬ。この縁本所に家隠れすることは許されぬ。今だ。炎将様。いかなる時も天下に堂々と姿を示す。それが名族、それが私である。栄えある円家の勇士たちよ、私と共に大しく戦うのだ。兄者たちがいない隙にこの火器をかっぱらうつもりかよ。たつむかつくぜ。一つはおめえを迎え入れた兄者を裏切ったこと。そしてもう一つはこの縁起と張飛一人が相手なら勝てると思いやがったことだぜ。よくて鈍るぞ。雑魚以下だな。なんだとてめえ。将士様、今は引きましょう。ふざけんな、俺はまだ戦える。敵野郎、呂布覚えとけよ。これでこの火器は俺のものだ。待って待ってくれ。陣がまた乗っておらん。演術め、帝を戦勝した上情けなく逃げるとは、縁一族の綱用しよう。そうそう、
このまま奴を追い打ち逆賊討伐の名声を得るとしようぞ。うん、そのようなさじお主一人で十分であろう。な、さじだ。わしは戻る。陛下のおそばでやるべきことが山とあるのだ。そうそう、貴様天使を手の内にしたことで図に乗っているのではないか。お主がどう思うと構わぬ。わしはわしのなすべきことをなすだけよ。窮地と思えばこそ共に歩んできたもの。いや、ついに来たということか。奴を打ち倒し、この私のもとにひざまずかせるべき時が。その最後よ。何？まさか、御詰めにこれほどの軍を。いいな、これこそが本体ということでしょうな。なんとしたたかな、あの曹操がここまで仕組んでいたとは。幾重にも包囲されている。たとえ一点を突き破ってもすぐに押し進まれるはず。父上。ふん、それがどうした。立ちふさがる奴は全て打ち砕く。それが俺たち最強たる呂布軍の戦だ。雲州殿らが撃たれたとはいえ、曹操軍と我ら兵数の差は歴然。包囲して絞り上げればたやすく勝てましょう。敵はそれを予想し手を打つはず。ここは知性を利した罠を敷くべきでしょう。皆さん、包囲だ罠だと美しくありませんね。敵は遠征軍、一方こちらには武装の兵糧庫があります。泰然と構えていればいずれ敵の兵糧は尽き戦えなくなります。これこそ王者の戦でしょう。皆の考えはよくわかった。しかしこの戦、私は曹操の軍を正面から迎え撃つ。それはなぜでしょう。名族として男として堂々と雌雄を決する。それが私が望む曹操との戦いだからである。異存はないようであるな。この戦に勝利し新たな世の礎を築く。皆の奮戦を期待する。はっ。何者だ。
おや、小生に気づいていたとは。その風体、同志の類か。よ捨て人がわしに何の用。そう思うとけよ。そなたも用を捨ててみぬかね。そなたの理、そなたの道は、その果実の川のごときもの。人の実というべきものは、そこにはない。くだらん座教。だからとて、情で動く流儀こそが、天下にふさわしいとでも言うつもりか。さよう。他の大徳こそ人の心を満たし時代を安寧へと導くであろうよ。どうであろう、そう思うとせよ。そなたが世を捨て天下を劉玄徳に譲るならば、小生がもっと先導の費用を授けようぞ。あいにくとわしは神仙になどなる気はなくてな。最後に今一度と、お主は何者だ。小生は左源、劉玄徳を支え、そなたの道をくじかんとするものと覚えておきたまえ。の頭かよ。へっ、チクショー、何なんだ、わしらの動きを全部見透かしたように戦いやがって。それが軍略というものです、猛角殿。へっ、頭で戦うやつに負けちまったってことか。けどなんでわしらをぶちのめしまわねえ。おめえなら簡単だったんじゃねえのか。それは私たちの望むところではないからです。あなたたち南中の諸王は北の総理にそそのかされ操られたにすぎません。それを敵として滅ぼすことは亡き我が主君劉玄徳の大志に反します。おめえらの事情はよくわからねえが、借りができたみてえだな。どのように受け止めるかはあなた次第です。さあ行ってください。おめえなんて言うんだ。職の上司を諸葛孔明と申します。忘れねえからな、次は覚えとけよ。宝泉様、私はここまででございます。なぜだ長生、ここからではないのか。私はお父様のご恩に報いるため仕込まれた毒、宝泉様のおそばにあるべき女ではありません。俺がそれを望んでも
わかった。俺はお前の望みを叶える。だが一つだけ俺に約束しろ。生きろ。毒でも親の手駒でもない、ただ一人のお前として。さらばだ、挑戦。ありがとうございます、王政様。私は生き続けましょう。いつまでもあなたのお心とともに。やはや曹操め、実にしたたかですな。あれほどの陣容、今の天下を見渡してもそうはありますまい。玉殿、これぞまさに窮地、窮地と言えましょう。窮地、望むところ。強き御仁と刃を交えるは我らにとって無上の喜び。軍船を呼ばず敗れるならばそれもよし、死すべき時は潔く死ぬまで。そうであろう、呂布殿。ふん、長領、くだらんことを考えるな。俺が負けるなどありえん。相手が強かろうが大軍だろうが、全て打ち砕く。それだけだ。両方戦の無双の武、天下に示してやる。虫けらどもめ、全く鬱陶しい。わしを誰だと思っておる。漢の小国、当中英じゃぞ。そこは天使様の御座にございます。天使さえ意のままに告げ替えたのじゃ。もはやこの国はわしのものも同然よ。ゆくゆくはわしが、いや、こう作って天使に据えるというのも面白そうじゃ。董卓様、とうとうこの時が参りました。おお、どうした朝鮮。いつものそなたとは違うの。何を突っ立っておる。さっさと出ていかぬか。なんだ呂布よ、こんな時に来るとは野暮なやつめ。まあいい、お前たちがいればわしの主治肉人の夢は叶ったも同然よ。報告、曹操の軍は完全に戦域を離脱、巨匠へと帰る模様です。曹操め、我が遠家の力を思い知ったか。遠州殿と曹操は幼い頃からの友人だったとか。それがなぜこのような戦いを。この遠本所の友であるなら、私の道を支え共に歩むべきだったのだ。それを奴は
無もわきまえず私と歯を競おうとした。故にその不損を正したまでである。我が精鋭たちよ、乱世を正し天下を滑る戦いはこれからである。大義一心、全て名族越家にあり、皆この私についてくるのだ。おお、兄上、官軍の兵が引いていきますぞ。当然であろう。好天をいただく我らが蒼天の獣に遅れを取るはずもない。されど敵の中には手ごわき者らもおりました。あの者らはいつか我らにとって大きな障害となるやもしれぬ。なればこそ我ら激流となり伸びとなり、かの者らを打ち破るのだ。お戻倒れるわけにはいかぬ。我が戦いはこれからが正念場なのだ。蒼天すでに死す、光天まさに立つべし。年は家臣にあり、天下大吉なら、いざ参らん。新たなる太平の世へ。まさか私の策をことごとく退けるとは。当たり前よ、わしは大王だからな。しかしおめえ、なんでこんなにしつこく攻めてくんだ。前にわしらがちょっかい出したのがそんなに気に入らなかったのかよ。攻めるにあたり南を友とする必要がありました。大王猛閣殿、私はあなたの友となりに来たのです。なんだ、仲間になりたくて喧嘩売ってきたってのかよ。私が戦も満足にできぬ文弱の徒であったなら、あなたは私を友と呼ばないでしょう。確かにおめえの言う通りだ。おめえは強え。腕っぷしじゃなくてよ、頭、いや心が強え。見るや、どいつもこいつもいい面構えしてやがる。よっしゃ、今日からわしら団中とおめえら職は家族だ。よろしく頼むぜな、兄弟。男どもの話はまとまったみたいだね。あんたたちも大変だったね。痛い目に遭わせちまったけど勘弁しておくれよ。いいえ、こちらこそ申し訳ありません。ゆえあってとはいえ皆様の安寧を乱してしまいました。いいってことさ、お互い惚れた旦那を信じて貫いてる道だろ。確かに祝勇殿の気立て、我々も見習いたいものです。ねえ、教えてほしいんだけど、どうすれば好きな人ともっと仲良くなれる？よし、
そういうことなら任せときな。ランチューの料理を食べて女を磨けば、あんたの男もイチコロさね。イチコロ？それってすごくない？あ、私も作るの手伝う。材料取ってくるから待ってて。こうして誰もが語り合えたなら、争いなど起きないのでしょうね。その一歩を今踏み出したんだ。しっかり進んでいこうじゃないさ。ええ。玄徳様。ん、お前はサジか。体得よ。大使を遂げる前に病に倒れるかね。ああ、そのようだ。すまない。お前には何度も助けられたというのに。何の、すべては小生が好きでやったまで。感謝する、サジ。このような姿で申し訳ないが、ようやく礼を言うことができた。今何か望みはあるかね。できるならば将校殿が、あまり悲しまねばよいのだが。深く悲しむことが救いであろうよ。そういうものか。さらばだ、サジ。私はそろそろ兄弟のもとへ行かねばならぬ。人の性のなんと儚きことか。人の世のなんと虚しきことか。さらば龍玄徳よ、願わくはその陣が続く者らに受け継がれんことを。このまま黙って死を受け入れるつもりか、神宮。ならば己を曲げてあなたの前に膝を折れと。それを受け入れるならば、このまま、このまま死んだ方が良いですな。お主をもんぱかっているわけではない。残された兵を気にかけておるのだ。官室への反逆者である呂布の兵は処されるのが情報だが、お主と共にこちらへ下れば話は変わる。キャツらを生かすか殺すか、それを踏まえ今一度聞こう。わしのもとへは来ず、ここで死を受け入れるか。情報とは勝者が決めるもの。我らの命数はあなたが、あなたが握っているのですぞ。生かしたくば生かし、殺したくば殺せばよいでしょう。天下もってこうとなす。ここでいたずらに兵を殺めるようでは、覇道とやらもたかが。
たかが知れたものですが。よかろう。あの戦より早いくつき、ようやく巨匠へ運び込むことが許されました。呂布殿の冒天劇、おそらくは唯一の形見でありましょう。この獲物を自在に扱い、父上は乱世の鬼神と呼ばれたのか。結局一度も手ほどきを受けられなかった。戦いを知らずに生きてほしい。私はその思いを踏みにじってしまった。今より呂布殿のご意志に従い戦いを捨てる。そのような新しい生き方もありましょう。そう考え迷っている。だが一度歩み出した道から中途で逃げ出す方がよほどの親不孝だ。私は最後まで戦場をかける。鬼神の娘は乱世を生き抜いてみせるぞ。